は、どうやら私にも時が来たようで。シスタープリンセス2、11人目。おお、もう11人、残りあと2人だけになってしまいましたよ。今回からマイシスターにするのは、待たせたな、チカゲ。来たよ、チカゲ。不安半分、期待半分って感じでね。クールでミステリアスなチカゲちゃんは口数が少なくて何を考えているのかわからないことが多い女の子。それでもお兄ちゃんのことは好きみたい。カッコハテナ。このカッコハテナがすごい怖いんだけど。誕生日3月6日、魚座。魚座なんだ、チカゲ。身長157センチ。157センチだったらね、妹たちの中では割と大きい方にしても、これ美少女だよね、ほんとチカゲは。ただまあ一作目の時はもう大暴れでしたから、チカゲ。チカゲワールド全開でしたから、その辺が今回どうなっていくのか楽しみだよ、兄くん。今日は終業式でした。チカゲだけには放課後会えていません。チカゲか、今頃一体どうしているのか。また危険な呪術を試したりしてなきゃいいんだけど。なんだよ、またっつっちゃってるからね。しかもそれにしても本当どこにいるのやら。お、ピンポーン。なんか律儀にピンポーンって鳴らすチカゲって面白いな。どなたですか。あ、出た、チカゲ。やあ、兄くん。何を驚いているんだい。チカゲだ。いいなあ、この BGM もいいね、ミステリアスな BGM が。いや、実はチカゲは今頃どうしているのかなって思っていたんだよ。こんなことって本当にあるんだね。なんだかすごい偶然で不思議だよ。まあ、兄くんには虫の知らせという説明が一番しっくりくるのかな。一体どういうことだ。兄くんの心を操ったんじゃないだろうな、チカゲ。虫の知らせか、確かにそんなこともあるかも。随分とあっさり信じてしまうんだね、うん、その素直さ、兄くんらしいな。いや、別にいいんだけど、何しに来たんだよ。急に。しかし、私がここに導かれたのは、意味のあること。決して偶然なんかじゃないさ。なんだなんだ、一体どういうことだ。ちょうどいい、知らせておくよ。うん、この夏休み、兄くんと会う機会はあまりありそうにない。え、なになに、どういうこと。マイシスターだよ。今回寂しがることはないさ。うん、私と兄くんは出会うべき重要な時にちゃんと出会うことになっているのだから。やっぱり近景には全てが分かっているのか。ただ出会う回数が多ければいいというものではないさ。ん、これは過保批判かな。でも僕はもっとたくさん近景に会いたい。確かにたくさん会いたいね。どんな小さなことでも近景のことをもっと知りたい。私のことを知りたい。やばい、変なこと言っちゃった。兄くんは相変わらず怖いもの知らずだね。まったくだね。それは結果として恐ろしいぞ。兄くんのことも知ることになるのに。え、どういうこと。チカゲのことを知るということは兄くんのことも知るということ。僕のこともって、それはチカゲが僕の妹だっていうことに何か関係があるからなのかい。そして兄くんが私の兄であることにも、ね、そのまま言ってるだけじゃないか。いやいやいや、含み笑いしてもわかんないぞ。もし近くの予定が空いている日があれば、その時はいつでも僕にメールで連絡をしておくれ。いつでも迎えに行くから。いつでもいいんだね。うわ、怖っ。怖いな。近くのためならね。感謝するよ、兄くん。協力が必要になるから。協力ってことはまたなんか恐ろしい夏になりそうだな、これは。一体何をするんだい。今はまだ知らない方がいい。そうだね、チカゲはいつもこうやってね、濁すから分かんないんだよ。ただ一つだけ、これは
私と兄くんのために必要なことなんだ。必要なこと。どうしたんだろうな。今日の私と来たら随分と饒舌じゃないか。セルフツッコミしちゃって、ちかげ。気がせいているのかな。どうしたんだよ。ああ。それじゃあ失礼するよ、兄くん。結局何しに来たのか分かんないんだけど、ちかげ。ああ、まだね、くれぐれも危険な真似だけはしないようにするんだよ。なんだか今日は気分がいいな。おお、それならよかったけど。何やら幸先がいい。兄くん、これは期待できるよ。期待？結局何一つわかんなかったわ。本日のメールチェキ。あ、やはり来ているんだね、千景。心配はいらないよ。おう、なんだろう。いや、兄くん。怖えよ。今日は何やら、兄くんを心配させてしまったみたいだね。おい、しかげ。背景が。何も心配することはない。なんだよ、これ。これも、宗教じゃない。兄くんのためなんだ。カルト教じゃねえかよ、もう。兄くんのことだ。今頃、気になって仕方がない。いや、もういろんな意味で気になってるよ。今後の展開がさ。でも、大丈夫なのかなっていう。今はまだ言えないんだ。悪いね。にしても、本当にいい声だな、ちかげ。その時が楽しみだよ。うん。それまでは夢の中で、兄くんと過ごした時の記憶を思い出すとしよう。いや、わかんない。メールでもやっぱりわかんない、うん。何をしようとしているのか心配だ。あ、今日はカシノキ公園に千景がいる。昨日はね、丸一日会えなかったんですよ。カシノキ公園で何してんだ、千景は。うん。なんか怪しい儀式とかやってんじゃないだろうな。真夏の公園で。うん。あんなところに人影が。あの格好はまさか。こんな格好してんの千景ぐらいだよね。千景と会うのってなんだか久しぶりな気がする。元気だったかい？やあ、兄くん。いいな、いや、兄くん。好きなんだよね。気がついたね。うん。兄くんのことだから、今頃は夏バテで、すっかり堕落しているかと思っていたよ。おやおや、見くびられてしまう、見るんだよね。でも家に閉じこもっててももったいないし、こうして出かけてきたんだよ。結果として近くに会えたんだから、ほんと運がいいね。兄くん、ずいぶん元気そうだ。うん。どうやら私はまだ兄くんのことを理解していなかったらしいね。ほう。でも近くがこんな昼間で歩くことってそもそも珍しいよね。確かに。一体どうしたんだい。ふふ。何でも知りたがるのは、うん、兄くんの癖だね。私が、それはね、この時間に出歩くに、ね、そんなに気になるのかな。おお、仕掛けのことだから僕にはよくわからない理由かもしれないけど、やっぱり気になるよ。兄くん、あまり何にでも興味を持たない方がいいね。知ってしまったがゆえに耐えられなくなる重みがあること、少し知った方がいいな。地影深すぎるよ、なんか。確かに僕は何でも首を突っ込みたがるところがあるかもしれないかな。それが原因で悲劇を迎えた人間は、遥か昔から星の数ほどいるのだからね。中国をありがとう。兄くん、だいぶ暑そうだね。いや、涼しいです。近くと話してると十分ね、もう涼しいですよ。それとも、額を伝っているのは冷や汗なのかな。冷や汗なのかなって面白いな。どちらも正解だと思うよ。確かに今日は日差しが厳しい。
あれ、地下げは随分涼しげだね。暑くないのかい？私は月の力に守られているから、すごいこと言い出しちゃったよ。十分に吸収しておくといいだろうな、月の力を。はあ。太陽からの矢が月光の盾に弾かれているのがよく見える。痛い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 。仕掛けなんか痛い。よくわかんないけど、確かに月の光は人間に特別な影響を与えるってことは聞いたことがある。そうだ、兄くん、 X ファイルみたいになってるな。いいものをあげるよ。いいもの？なんだなんだ、それは何かの薬かい？なんだか不思議な色だね。それに気のせいか泡立っている。これはまだ新鮮だからね。それにしても、こんなに活発なのは珍しいよ。怖えよ、だから冷や汗が半端じゃねえよ。何くんも運がいい。何くれたの？材料の比率が完璧だったようだからね。地下げがだから、なんかこう作った何かこう魔の薬みたいな、そういうこと。アニ君は一つ学んだようだね。人にはその外見だけで忌み嫌う存在があるみたいだから。外見だけで忌み嫌う存在。とりあえずありがとう、地下げ。僕のためにそんな貴重なものをくれて。ところでこれは何の薬なのかな？これは今の兄くんが必要としているものだよ。わかんねえ。これを飲むとわかんねえ、汗が止まるんだ。それはありがたいな。どうする？地下げも一緒に飲もうよって誘うのも面白いけどな。ここは男を見せますか、兄くん。いただきます。うわ、BGM が。それじゃあ早速。せっかちだな、兄くんは。それほど暑さに。マジかよ、飲んじゃうのかよ、兄くん。ほんと、ホラーの夏だよ、これ。怖えよ。これで、氷のような体温になれるよ。おいおい、カシノキ公園でする会話じゃねえぞ。一体何なんだ？どうしたんだい、兄くん。顔色が悪くなったようだ。薬は今のところ必要ないみたいだよ。汗がさーっと引いたからね。おじけづいたか、兄くん。そうか、やはり兄くんには新しい次元に踏み込む心構えができていなかったみたいだね。これはまたせっかちなのは私の方だったようだ。何を飲ませようとしたんだよ。肝に銘じておこう。焦りは禁物だって。ごめんよ、せっかく大事なものをくれたのに。地下げの世界をいろいろ知りたがるくせに踏み込む度胸がないなんて。いや、これは本当勇気いりますよ。気にしなくてもいいよ、兄くん。おかげで私も一つ学ぶことができたからね。それから一人の時にはそれを飲まない方がいい。できれば私を呼んでほしい。兄くんにはまだ危険と恩恵を確実に判別できないだろうからね。ドラッグです。もう完全に。分かったよ、地下げ。絶対そうさせてもらうから。それじゃあ兄くん。いやー、恐ろしいアイテムだな、これは。呪いのアイテムだよね。しまった、地下げがなんでこんな時間に出歩いていたのか聞けなかった。いやー、だから地下げのことだからここに来ることが分かってたんでしょうね。はあ、やっぱ何でもありなんだな、地下げって。本日のメールチェック。お、今日は来てるんだ。あの薬飲んだかい？飲んでねえよ。やあ、兄くん。いや、地下げ。今日渡した薬はもう飲んでしまったかな。これを読んでいるということは。気合入りすぎなんだよ、これ。まだのようだね。それは賢明な判断だよ。それとも直感かな。でも心配はいらない。
うん、それは決して毒ではないからね。毒じゃないんだ。月の雫と太陽のかけら、うん、2つを調合した霊薬の一種だから。わかんない副作用は全部わかんないですね。人それぞれだけどね。ほう。めったに調合できないものだけど、今回は不思議とうまくいったよ。幸先の良さがこういうところにも現れているらしい。やはりこの夏は期待できそうだ。もう夏休み始まったばっかりですけど、不安でいっぱいです。もう飲んじゃったって、もう飲んじゃったって面白いな。いやでもまあ薬は大切に取っておくよ。その勇気はまだないです。本日のメールチェキ。お、メールは来てる。もうこの2日間ぐらい会えてないですよ。ん？素晴らしい場所を見つけたよ。なんだなんだこれは一体。いや、兄くん。いや、千景。夏休みを存分に楽しんでいるようだね。うん。毎日忙しそうに外出をして。なんでわかるんだよ。図星だったかい、兄くん。今頃は唖然としているのだろうね。全てを見通しってわけか、千景には。私は最近気に入った場所があってね、うん、静寂に包まれて思索を妨げられない素晴らしいところだよ、うん、図書館とは。図書館。夏の喧騒から逃れるには意外と普通の場所だったな。最適の居場所だ、うん、調べ物もできるし、ね、千景が調べるものってなんだ一体。でも兄くんにはきっと興味ないところなんだろうね。うん。それはそれで都合がいい。このメールはなんで送ったの、千景は。うん、まあ図書館に来いってことなのかな。おいおいバカにしないでよ。うん。確かに図書館はいいところだね。これ図書館で会えるってことじゃないのかな。あ、ほら、やっぱり、図書館に近いがいますよ。行ってみようか。魔の図書館に。魔の書物がある。うん、そうだ、図書館に行けば近いに会えるチャンスってことじゃ。これはいい機会だ。近いと会える可能性が高い場所なんて滅多ないからね。本当にね、確かになかなか会えないですよ、近いには。出かけましょう。なんか普通の図書館だけど、なんか今回に限ってはまがまがしい場所に感じるな。うん、千景はこれで夏休みの宿題とかやってたら面白いな。ギャップが可愛いわ。おお、なんだこれ、すげえ、やっぱ美人だな千景。千景脇。いやーすごいな、なんかペン持ってんな。何してんだろうこれ、宿題やってんのかい。かわいい。このギャップで宿題やってるって。てか学校とか行ってんだ、千景は。千景のあんな学生っぽいところ、新鮮っていうか初めて見たね。ペンの持ち方おかしいしな。そういえば千景の日常ってほとんど知らなかったっけ。これはいい機会かも。ちょっと見させてもらおう。え、その千景にバレずに覗くなんてことはできんの。お嬢さん、関心ね。今日も宿題？大丈夫こんな話しかけて。いや、師匠さん。いや、師匠さん。ここは静かで、いいところですね。誰にでもその言い方なんだ。いやーって。うん。毎日利用させてもらって、感謝しています。ああ、でもなんか、敬語使って、普通だね、千景。いえいえ。こちらもお嬢さんみたいな落ち着いた子は、大歓迎よ。近頃は図書館で騒ぐ子が多くてね。あ、過保批判ですね。もう粗末にするような子は許せないわ。そりゃそうだ。そうですか、それは大変ですね、うん、文化的に貴重な本などもあるでしょうし。なんかこうやって全然知らない他人の人と千景が会話をしてるっていうだけで新鮮だね。それはちゃんと保存してあるから大丈夫よ。閲覧も制限されているの。なるほど、それは興味深い。やばいよ、師匠さん、
下手なこと言ったら千景が食いついちゃうぜ。千景があんな日常会話をってすごい驚いちゃってるよ。とっても感じのいいお嬢さんじゃないか。時間を取らせちゃって悪かったわね。お勉強頑張って。ええ、ありがとう。ええ、ありがとうとか言ってる。なるほど。え、ロロロロ。カウンターの後ろのあの階段。なになに？兄くん、うん、これでまた一歩近づいたよ。やっぱこの図書館には何があるんだ。それを探っていたのかな。なんだか不敵な笑みを浮かべてるけど何をつぶやいているんだろう。うわー、これを一人でやってんのか千景は。気になる。このままここで見てるだけっていうのもなんだかつまらないし、いっそのこと話しかけてみようか。いや千景、図書館でお勉強会。いや兄くんか、こんな場所で会うなんて、うん、さすがに意外だったよ。いやメールが来ただからさ。隣の席が空いてるね、うん、どうだよ兄くん、座ってみたら。いいのかい。それじゃ遠慮なく、お勉強のお邪魔じゃない。教科書に載っていることが世の全てじゃないさ。すごい、なんかたまにはいいかもしれないけどね、うん、でもさすがに飽きてきたな。苦手な科目とかあんのかな。いつも難しい本を読んでいる千景のことだ。学校の勉強なんか朝飯前ってことかい。正直あまり興味が湧かないというのが本音かな、はあはあはあ、だから兄くんたちを尊敬するよ。こんな退屈なことに毎日耐えているんだから。まあ僕だって嫌になったりすることはあるさ。でも逆に言えばそんな勉強ができるのも今だけだし、そう思えば退屈なことにも興味が湧くよ。今だけか。なんなんだその笑い。兄くんらしい前向きさだね。悪くないと思うよ。ほう。私にも今すぐに地下げにはこのコロロロロンの BGM が合うな。なさねばならないことがある。それを今だけと言い換えるのも外れではないかも、ね、この夏地下げは一体何をしようとしてるんだ。近いや、ところで今何の勉強をしてるんだい。天文学の本が積んであるみたいだけど。ああ、これは宿題とは関係ないんだ。やっぱなんか月とか太陽とかそういうのが今回は関係あんのかな。千景は理科の教科書に興味を惹かれるものがあったんだよ。理科。兄くんは夏の大三角形って知っているかな。あれがデネブアルタイルベガでしょ。知ってますよ。それはベガとアルタイル、うん、そしてデネブのことを指すんだ。うんうんうん、昔兄くんとはこういう話をしたと思うが、え、覚えてないかい。そんな話をしたのか。そうなの。おかしいな。千景と話したことがあるならいくら僕でも忘れるとは思えないけど。気にすることはないさ、うん、時間も場所も話す言葉さえも違う。これもしかして遠い昔のことだからね。前世の千景のことを言ってるんじゃないのか。前世の話だこれは。ベガとアルタイル、うん、兄くんには織姫と彦星といった本がわかるかな。あ、この二つの星が16光年の距離に隔てられていることはどうかな。どうかなってなんだよ。どうも僕は数字に弱いみたいだね。織姫と彦星ならなんとか。恥じることはないさ。私も数字はそれほど好きなわけではないんだ。興味や必要がなければ極力関わろうとは思わないしね。ほう。でもやろうと思えばできるところが千景の凄さなんだろうな。それで16光年？それじゃあ織姫と彦星が1年に1回しか会えないのもうなずけるね。そうなんだよ兄くん。慕い合う2つの星は無限の時間と空間を乗り越えてまでも
1年に一度の開口を果たすんだ。はあ、そう言われるとすごい話だ。それほどに2つの星は相手のことが好きなんだろうな。愛しているんだよ。ほう、え？織姫と彦星はそれほどまでに愛し合っているんだよ。二人を隔てるものが、たとえ膨大な時間、急にロマンティックな話になってきた。広大な空間であっても二人は互いを求めているのだから、なんだそういうことか。あまりドキッとさせないでよって。何、兄くん自分が愛してるって言われたと思ったのかよ。兄くん相変わらず鈍感だね。なんだなんだよ。おい、そうだ、仕掛け。兄くんは時の壁を越えられることができると思うかい？どんな質問だよ。難しい質問だ。例えば人の思いってのはもしかしたら時を超える力があるのかもしれないなんて思ったりするけどね。僕はこれじゃ答えになっていないから。人の思いか、少し意外だったな。おう、兄くんは私と全く同じ考えだよ。そうなのか。それを聞いて安心した。変なこと言っちゃったかなって心配だったんだ。兄くんは自分のことを過小評価しすぎだね。もっと自信を持っていい。はあ、それじゃあ私はそろそろ失礼するよ。話はそれで終わりなの？それ以上は僕にはまだ早いってことかい？焦ることはないよ、兄くん。時は必ず満ちるから意味深だな。それまで待っていればいいんだね。待つのは苦手だったよね、でも今は待ってもらうしかないんだ。今はね。この先何があるって言うんだよ一体。はあ、それにしてもさっきの近くには正直本気でドキドキしそうになった。僕をじっと見つめて。ってひょっとしてあの時も単純に問い目をしていただけだったのかも。兄くんは鈍感だな。いやー、もうほんと近くのイベントは毎回濃いわ。これ夏休み最後まで持つかな。それじゃあまた来世。